メグロレン×佐野優斗×ランボルギーニによる非公式トリリオンポーズ、スリーショットが公開、シャープ CU ネクストゲーム。投票で公式とはならなかった、非公式トリリオンポーズ、お披露9月15日に最終回を迎えた TBS 系ドラマ、トリリオンゲーム。の公式 X、旧 Twitter にて、主演のメグロレン、スノーマンと佐野優と、ドラマに使われたランボルギーニで、非公式トリリオンポーズを決めたスリーショットを公開した。公開されたのは、メグロが演じる天王寺陽、春の愛車であるランボルギーニのドアが鳥の羽のように広がっており、その左右で春と、佐野が演じる平岳、岳が、両手を広げた、鳥、ポーズである、非公式トリリオンポーズを決めている写真。ドラマの放送スタート直前の6月に、岳が、トリリオンポーズを考案。公式 X、Twitter で3つのポーズを提案し、投票によって、公式トリリオンポーズが決定していた。今回の、非公式トリリオンポーズは、その際に落選してしまったもの。